トーマス・マーク・ウィルヘルム戦は、アメリカ合衆国アリゾナ州ツーソン出身の、元プロ野球選手、ウトウミギウ2002年の MLB ドラフト7巡目で、ミルウォーキー・ブルワーズから指名され、プロ入り。2003年は、A 級、ベロイト・スナッパーズで、防御率に天台の好成績を残したが、シーズン終了後に、マリファナの陽性反応を複数回示して、構成施設に送られ、 2004年は〇〇出場停止になってしまった。野球を続ける意欲を失ったウィルヘルムセンは2005年に一度引退し、その後はバーテンダーとして生計を立てていた。2009年、独立リーグであるゴールデンベースボールリーグのツーソントロズで現役復帰。現役復帰は将来設計の一環であったという。独立リーグでは、 防御率6点台と打ち込まれたが、ブルワーズへの復帰が決定した。しかし、直後に、肩の神経痛を発症し、解雇されてしまった。2010年2月、ドラフト時に、ブルワーズのスカウト部長として、ミルヘルムセンを発掘したジャックズ・レンシックの手引きにより、マリナーズとマイナー契約を結んだ。この年は、A-9、エバレット・アクアソックスと A 級。 クリントン・ランバー・キングスで15試合に登板し、防御率2.19ホイップ0.96を記録した。2011年は開幕ロースターに入り、4月3日のオークランドアスレチックス戦でメジャーデビューを果たした。5月17日に AA 級ジャクソン・ジェネラルズへ降格したが、8月2日にメジャーへ復帰した。2012年は途中からクローザーに定着し、 二十九セーブを挙げた。二0 1三年は不調で夏場に、クローザーから外された。二0 1四年二月二十五日に、マリナーズと一年契約に合意した。この年は、メジャー初先発登板も果たし、多目的で起用された。三年連続五十五試合以上となる五十七試合に、投げ、自己ベストの防御率2.27をマーク。また、 前年に6.0台に低下していた、脱参審率は8.0台まで回復し、大活躍を見せた。2015年は53試合の当番だった。同年は再び、一時的にクローザーも務めて13、セーブを記録。防御率が3.00台に逆戻りしたが、脱参審率は2年連続で上昇した。2015年11月16日にレオーニス・マーティン。 アンソニー・バスとのトレードで、ジェームズ・ジョーンズ及び後日発表選手と共に、テキサス・レンジャーズへ移籍した。2016年のシーズンは、開幕から振るわず、レンジャーズでは21試合に登板して、防御率10.55と税不調だった。6月17日に40人枠を外れての、マイナー降格を拒否し、FA となった。2016年6月22日に、 マリナーズへ復帰した。マリナーズ復帰後は29試合にリリーフ登板し、防御率3.601対1セーブホイップ1.28という成績を記録。大炎上したレンジャーズ時代と比すれば、投球内容は改善した。レンジャーズとの合計では、5年連続50試合長となる50試合ちょうどに登板し、 防御率6.802勝4敗1セーブホイップ1.71という成績だった。なお同年通算300試合登板を突破。オフの11月18日にリーフとなった後、22日に自由契約となった。2017年2月10日にアリゾナダイヤモンドバックスとマイナー契約を結び、スプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。 3月28日にメジャー契約を結んで40人枠入りし、27試合に登板して1勝1敗、防御率4.4417奪三振の成績を残した。6月11日にザック、クレインキーのパタニティリストからの復帰に伴って、リーフ、16日に自由契約となった。2017年6月20日にブルワーズとマイナー契約を結んだと報道され、 22日に参加の AAA 級コロラドスプリングススカイソックスへ配属された。16試合に登板して防御率13.15と振るわず、8月5日に自由契約となった。2018年2月6日にサンディエゴパドレスとマイナー契約を結ぶが、開幕前に自由契約となる。5月2日に独立リーグアメリカンアソシエーションのセントポールセインツと契約した。 7月3日にメキシカンリーグのティフアナブルズに移籍。8月18日に解雇されると、オフの12月10日に現役引退を表明した身長6フィート6インチという恵まれた体格から平均急速時速153キロメートルの速球を投げ下ろす。投球全体の約50%がフォーシームで、 ついでカーブが約25%前後を占めるカーブボーラーであり、たまにチェンジアップも投じる。2015年からはスタイルチェンジをし、フォーシームに次ぐ球種を約25%のスライダーに変更した。カーブはチェンジアップと同じ頻度で約10%程度にまで減らしている。2012年3月、日本での開幕戦のために来日した際、 所属するシアトルマリナーズと阪神タイガースとのプレシーズンゲームでは外野レフトスタンドで他のファンに混じって阪神タイガースの応援をしていた。ユニークなダンスを踊ることでも有名であり、レンジャーズ入団会見でも披露した。ありがとうございます。